俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、新しくイベントっていうのが今日から始まってるんで、それね、絶対参加しろっていうのを今回は話していこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それが、まあ、メールのところに来ておりますね。NGP 会員の方が参加できるイベントの方ですね。だいぶ下の方にこれなってるんですけれど、NGP 2月会員日イベント開催のお知らせってやつですね。これ開けていきましょう。こちらのイベントの方が、まあ、25、今日から始まっているというふうになってます。27までできるっていうふうな、まあ、感じですよね。まあ、こちらの方早速ね、押していきましょう。リンクの方を開いていきます。まあ、NGP の会員日イベントというわけで、来ているという具合ですね。まあ、早速ね、応募するを押していきましょう。とりあえず皆さん、こちらの方ですね。まあ、ミッションを把握しなくてもいいんで、NGP 会員になっているのであれば、応募する、押しといた方がいいです。まあ、あと、公式タイトルの方飛んで、まあ、ダイヤ500の方も受け取っていきましょう。OK です。まあ、あとは、まあ、ミッションの方が今回も3つあるっていう風になってますね。でまず、会員日ミッションの方ですね。まあ、ログインとフレンドバトル2回、まあ、ドンカツ2回と、120金券の消費の方で、まあ、こちらのミッションがクリアできるという風になっておりますね。あとは NGP の施設限定パックというわけで、まあ、連続で参加することによってもらえるやつですね。まあ、今回参加しておくことで、まあ、12月分と1月分参加されていたのであれば、NGP 冬限定パックがもらえますので、まあ、お忘れなく参加しておくといいんかなと思います。で、プラス、会員日限定チャージ特典というわけで、今回も金券チャージするといろいろもらえますってのが来てますね。60、680、1500。いやーでも今回これさ、少額にこれまとまってないんで、あんま美味しくないね。まあ、よっぽどその、大業種が欲しいとか、まあ、そういう風に思っているのであれば、2万金券まで課金すればいいと思いますけど、まあ、大業種特別欲しいですよとか、まあ、そういうのがないんだったら、まあ、こちらの方は今回は活用しなくてもいいかなと思いますね。とりあえず余ってる金券とかを使って、120金券消費だけしておいた方がいいと思います。120金券で、まあ、3体コラボちょうど1回引けるでしょう。で、2個ですね、追加でまあ、コラボレーションのガチャもらえるってことは、まあ、実質40金券でガチャ3回引けるってことなんで、まあ、これはお得ですから、まあ、こちらの方はですね、使っていった方が、まあ、いいのかなと。思います。まあ、僕もちょっとね、一回分だけ使っていきましょう。こちらの方ですね。ちょっと一回だけ回しておいて、で、これでまあ、後日受け取れるようにしておけばいいのかなと思います。で、あと、メールの方ですね、ありました。まあ、NGP のね、LINE のイベントの方なんですけれども、まあ、これもね、NGP LINE っていうのが、まあ、ありまして、まあ、こちらの方ですよね。まあ、こちらの方入ってから、まあ、チャットの方に、荒野コード特典っていう風に、まあ、打つことによって、まあ、そのメールフォームっていうのが出てきますね。で、フォームっていうのが出てきて、まあ、会員日限定報酬っていうのがありますんで、まあ、こちらの方に、まあ、自分のね、キャラクター ID とかを、まあ、打っていけば OK という風になる形ですね。で、一応この QR コードを使うことによって、NGP の LINE の方ですね。フレンドになりますんで、まあ、フレンドになってから ID の方打って、まあ、皆さん活用していくと、まあ、いいのかなというふうに思いますので、されてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、新レジャー改善してほしい。敵の目の前にリスポーンするし、敵倒したらアンチ外から復活してくるし、復活したら数秒打てないからリスクリされまくるし、あんまりやりたくないレジャーだったなと。レジャー自体はね、結構面白いんですけれど、まあ、3戦ぐらいですね、1日。あんま長くするとイライラしてくるっていう、仕様がクソだなっていう風になっちゃうっていうね。まあ、自分でプレイしていないの極みみたいな、そんな感じの内容でしたよね。まあ、正直ね、あんまなんか、よろしくないというか、仕様がね、プレイしていない人の設定した仕様だよなっていう風に思いましたね。結構まあ割とね、まあ一部ルール、まあ APEX に被せてきているような感じになってましたけれど、この感じだったらまあ正直、どうなんだろう。今のままだったら別に活用されないっていうね。面白いんですけれど、まあ、長くするほどイライラしてくるんで、まあ、なんかね、ユーザー離れを止めるような一手にはなっていないっていうね。まあ、そんな感じのレジャーですね。はい。まあ、あの手のルールだったら、まあ、荒野行動にはちょっと合ってないなっていう、荒野行動玉ぶれがないんで、どうやってもキルスコ早くなりますから、しかも時間差あるし、まあ、あの手のマップであの手のルールだったら、時間差なくして、なおかつ、その耐久値をめちゃくちゃ上げないと、正直、まあ、現状では長く遊ぶような、そういうレジャーにはなり得ないですよね。まあ、コラボレーション限定のレジャーなんで、あれなんですけど、まあ、設計的にどう考えても今後もなんか、ね、維持してきそうな感じの内容ではあるんで、どうなんだろうなと思いますけどね。悪くないんだけれど、まあ、不備があるというか、いや、これこうした方が絶対に面白いのになってのがあって、そこら辺もでも、怖い行動運営絶対その認めてこないですもんね。自分たちの不備とか、そういう設定の根幹のダメな部分っていうのも、団体とかも今回変わったじゃないですか。あれも結局、そっちなのみたいな、そんな感じの改変されてますもんね。いや、なんか、いや、そっちじゃなくてさ、っていう風な改変なんですよね。なんて言いましょうか。というかまあ、今回、
回、オールド消えたでしょ。あれ結構ね、やばいっすよね。オールド人気で、まあなんか芋が増えるからダメだみたいな感じで書かれてましたけれど、うん、だったらまあ、そもそも参戦っていうルールにしなければいいんじゃないっていう。一戦でいいんじゃない一戦で終わるようにして、まあ自分がもうダウンカットまで入れられたらそれで終わってもいいですよっていうルールにすれば、何の問題もないと思うんですよね。そもそも抜ける人が嫌だっていう風に言う人が多い理由っていうのを多くっていうのが、2戦目3戦目があるからでしょ。じゃあ2戦目3戦目消せばいいですよ。一戦にしてやってしまえば、マッチングも早くなりますしね。うん。いいことづくめだと思いますんで。それで、そっちの方がなんかいろいろ今までやってきた手こ入れ、まあ、全て回収できると思うんで、そっちの方がいいんじゃないと思うんですけどね。で、次ですね。正直、小屋行動実況者が別系で伸ばすのはかなり難しそう。そう考えれば、元小屋実況者の柴さんがエペに移行して、1年で10万人ぐらい増えたのはすごいなって思ったと。いや、あれすごいですよね。すごいというか、まあ、当然っちゃ当然なんですよね。よかったなっていう、きちんと正当な評価がされて、よかったなって僕は思いましたね。まあ、当時も動画できましたし、まあ、今でも思いますね。まあ、それは行くよねっていう。当然だと思います。だって、自力があるもんね。まあ、小屋行動界隈で、まあ、伸びてなかったのも、まあ、納得できるんですよね。小屋行動界隈っていうのは、動画投稿者としての、まあ、スキルっていうのは求められてなくて、まあ、インフルエンサーとしてのスキルしか求められていないっていう。まあ、そこだけ動画っていうのを伸ばすことできますから、まあ、逆に言うと、まあ、他のコンテンツではめちゃくちゃ苦労するっていう、小屋行動実況者。まあ、そんな感じにはなってますよね。まあ、ちゃんとクリエイターとして、ね、別の界隈で評価されたのは素晴らしいと思いますし、まあ、それが正当な評価だと思いますよ。まあ、そこのなんか感覚の乖離で、まあ、別芸に行った小屋行動実況者がめちゃくちゃ苦しむってのはよくありますよね。まあ、数字持ってる人でも別芸ね、触ったりとかしてますけれど、あ、やっぱダメだって言って、小屋行動に戻ってきたりとか、まあ、二足のわらじ履いてますけれど、まあね、やっぱ、その別芸の動画の内容を見ますと、その動画のジャンルと同じ動画出している別投稿者と比べた時に、まあ、明らかにそのゲームを愛していないっていうのがわかる。ゲームを調べてプレイしていないってことがわかる。とりあえずこれでいいだろうみたいな感じで出してる感が否めないんで、まあ、研究不足っていうのがありますよね。編集でもそうですし、まあ、演出でもそうですし、ゲーム自体もちょこっと遊んで動画出しときゃそれでいいだろうみたいな打算が見え隠れするんで、まあ、それを見てる側ってのは感じますもんね。まあ、それがない分ですね。まあ、それはうまくいくやろうなっていう、自分で考える力があればそれうまくいくやろうなっていう、当然っちゃ当然かなと思いましたし、よかったなと思いました。で、次ですね。僕の独断と偏見でパブGやってる人のイメージとこうやってる人のイメージ、それぞれどういう感じですかと。まず荒野行動やってる人のイメージは3パターンですね。まず低年齢層、まあ、10代とかの層に関しましては、まあ、どっちかっていうとなんか、例えばそういうオタク文化とかに否定的な人、元スポーツ部で今はスポーツ部じゃないけれど、その時の感覚が抜けきれんくで、なんかそういうね、アニメとか好きなやつをどっちかっていうとまあ叩きがちなタイプ、そういう感じのなんか昔で言うヤンキーみたいな車に構えたタイプがまず荒野行動やってるイメージ。もう一つはまあ、夜の仕事の人が多いですかね。はい、夜だったりとか、まあ、深夜仕事をする人が多い。どっちかっていうとグレーにですね、まあ、片足突っ込んでいるような人たちがまあ、多い。そんな感じのイメージですね。3パターン目はまあ、そのある程度その落ち着いた社会人の人がまあ、多いイメージ。その社会人の中でもがっつりゲームをしたいとかゲーム好きですっていうタイプではなくて、まあ、モンストとかパズドラとかする人、モンストパズドラはちょっと違うなと思って荒野行動を選んでる。まあ、そのパターンの人たちがまず多いかなと思いますね。PUBG の場合っていうのはまあ、2パターンですかね。まず荒野行動嫌いな人ね。荒野行動みたいなちゃんとそのゲームできていない状態で満足しているような人たちが嫌いな人、そういうのが嫌いな低年齢層、まあ10代、まあ高校生大学生ぐらいですかね、が多いイメージっていうのと、まあもう一パターンは完全にその落ち着いていて、でもゲームは大好きっていう、そういうお父さんお母さんが PUBG 多いイメージですね。はい。実際まあパソコン版の PUBG もそうですし、PUBG モバイルとか、野良でいろいろね、メンバー募集して、チーム組んで、まあ VC で喋ったりとかしてみた時に、まあやっぱりね、パブ G はね、大人が多い。僕よりね、年上が圧倒的に多いですね。年下多分一人ぐらいしかやってない。あとはもう数十人ぐらい、おじさんとかね、たまにおばさんがおるぐらいで、まあ、本当に落ち着いているうちの子供がみたいな話とか、そういうことしかまあ話さないみたいな、完全にね落ち着いた方々っていうのがすごい多いな感じでしたね。はい。じゃあまあどっちの方が民度が高いとか、どっちの方がレベルが高い、人としてのレベルが高いかって言われると、まあ、そういうのは特にないですね。はい。どっちもどっちみたいな、どっちもまあ高くもなく低くもなく、そんな感じなんだろうなっていう。別にその夜の仕事してる人が劣っているとも思わないですし、ね、そういうのは偏見ですし、まあ僕の知り合いとかそれこそね、まあ夜の仕事の人とか結構おるんで、まあ特にそんななんか、うん、どっちの方が上とか下とかないっすよ。で、次ですね。歩き方変わったけれど、ニューと昔のやつどっちが好きですかと。もうこれ波風立てるんで言わなかったんですよね、ずっと。はい。どっちがいいかとか自分の意見というのは言わなくて、まあ、人がいろいろ言ってるのを見ながら、あ、まあそんな感じで皆さん思ってるんだなっていうのは思ってたんですけれど、そこに合ってなくて言わなかったことが一つあるんですけれど、まあそれがですね、ぶっちゃけどっちでもいいっていう、そんな大事かっていう風に僕は正直思ってましたね。そんななんかそこまで俺親行動のさ歩き方まで見てないよっていう。
そこが変わったところでゲーム性がね変わるわけではないからね。まあそういうふうに思っていましたけれど、ただまあねそこら辺をこだわる人はこだわるんで、まあ言うとなんか怒られるでしょう。だけどまあ言わないようにはしてましたね。はい。ただまあいろいろそこら辺調査したんですけれど、まあ一つこれは確かにあるなって思ったのは、キル州での見栄えが変わっちゃうっていうね。これは思いましたね。はい。見せ方が変わってしまうっていうのがあって、まあ動画コンテンツとしてその見るべきものっていうのが変わっちゃうってのは確かにダメだなって思ったんです。例えばその極論ですよ。まあ歩き方がちょっと違和感あるとか気持ち悪かったりした時に、どんなにその出ているプレイが上手くても、うわなんか歩き方キモっていうところに目がいっちゃって、動画としてはまあ微妙になってしまう場合ってのがあって、まあそういう人が文句言うのは確かに僕は納得だなと思いましたね。見るべき場所がね、上手いっていうその一点だけを見る本来はいい部分がその二分化されちゃうっていうね、上手さとキモっていう部分に行っちゃうんで。希望いらないですもんね。そういう意味では確かにって思いました。